新静岡駅で行われた訓練は、電車の中で突発的に起きた事件に対応するため、静岡鉄道と警察が合同で行いました。不審な荷物を持った乗客が刃物を出して暴れ出すという想定です。利用客から報告を受けた駅員が110番通報する一方、乗客を避難誘導しました。そして現場に到着した警察官が犯人を取り押さえるまでの手順などを確認していきました。決して勇気を持って犯人と対峙するということはしないでいただきたいというところでございます。逃げる で、 できれば次へのステップとして警察や事業者さんに引き継いでいただくということで対応していただきたいと思います。こういった事案を対処するということがいい経験であり、あとお客様に対する安全確保の一つになるんじゃないかなと。